YouTube のご覧の皆さん、こんにちは。今日はね、眼種病ですかね。そういうことをしてみようかなと思ってきたんだけどもさ。今日はね、話は飛び飛びになりますけども、今日はお盆ですね、長崎は。8月の13日か。今日13日だな。12、13だかな、確か。お盆の日だな。今日はね、どんな仕事をしようかなと思ってね。皆さんのお宅ではどうですか？この時期はね、暑くて仕事も大変ですけどね。私たちのところでは今は誘引をやってるんだな。暖かいからさ、木もしなりが良くなるしさ、引っ張るにはいいかなと思うんですよね。大変でしょうけどさ。本数は多いとね、結構時間かかるもんだな。でもしなくちゃいけないしね。それを兼ねてね、ちょっと、この木は、今映ってるこの木はね、この間剪定をしたんだな。自分の思うような木に剪定できたかなと思ってるんでね。そうすると、結構、眼歯がいってるところが見つかったもんだからさ、今回は治療をしようという結論が私出したもんだからさ、一応眼歯の傷口とかさ、そういったところをね、薬を塗って回ろうかなと思っております。さっきなかなか動画で撮ろうとしたけどさ、私も結構こう動くとさ、私の影になったりしてさ、手元なんかも見えなかったと思うけどもさ、症状は皆さんと同じだと思うんでさ、そういったところを今のうちにやっとった方がいいかもしれんね。私、ある程度、サボっとった。意外と、木っちゅうのもさ、自然のもんやっけんさ、自然でね、何年かかけて、再生はするんだけどもさ、皮が剥げたところとかなんとかはね。でも、やっぱり、下手すればね、そこからまずいことになっちゃうんでさ、ちょっと人間の手を加えてあげた方がいいかなと思うしさ、そうでないときはもう、どん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 虫からやられてしまうからさ、詳しいことはよくわからないんだけどもさ、傷がついてるもんだからさ、そういうところを早めに、木の皮がね、かぶさってくれれば一番いいんだけどもさ、そういう場合もいかないときもあるもんだからさ、まずは木だなと。今回ね、今年は雪、ビアのことに関して言うとさ、ちょっと粒が小さかったんだな、自分が思ってるよりもな。それで一番は、原因は雪だったかもしれないけどさ、ちょっとなんか見直すことないかななんて思ってね、一応そうやって、眼歯病なんかのね、傷の手当てもね、してやってみようかなと思う気になってさ、今やってるんだけどもさ、これも時間かかるもんでさ、本当はもうちょっと綺麗にね、削って削ってあれすればいいけどさ、キームの数も多いしね、ついつい手を抜いちゃってさ、これがもう人間の手を出さなくてもね、木が自然と直してくれる力を持ってるんだけども、そうばっかしもいかないんだ。やっぱり手をかけてやった方がいいかなと思ってね、やったんだけどね。
皆さんのお宅ではどうでしょうかね。まあ皆さんもそうやけどさ、私は35度を超えるともうたまらんね。動きが鈍くなるね。今日も朝早くから来たんだけどもさ、もうこんな時間になってしまったんだけどさ、まあ暑いけどさ、皆さん頑張ろうね。映ってるか映ってないか、手元がよく見えたか見えなかったかわからないけどさ、とりあえず撮ってみました。今日はここまで、お疲れ。スープで食べてみんな喜んでました。よかったよかったよかった。え、美味しそう。ちょっとね、ちょっと持ちますね。うん、こうやって。いいよいいよ、食べて食べて。いいですか、これこっちからでしたっけ。んどっちからでも、うん、そうそう、ここから向いてバナナみたいな。いただきます。おおこのこうやって向けるのすごいですよね。忙しかったでしょ。忙しかったね。え、こう手で取っていくんですか。うん、めっちゃ美味しいです。